はい、ということで皆さんこんにちは、鉄道三昧です。僕は今渋谷駅に来ています。今回から13回連続で東京メトロ東営地下鉄全線乗り通し企画を行っていきます。東京の地下鉄には、東京メトロは銀座線、丸の内線、日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線、南北線、副都心線の9路線。都営地下鉄は浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の4路線、計13路線があり、人々の移動を支えています。また東京の地下鉄は直通運転も盛んに行われていて、神奈川県や埼玉県、千葉県などから都心部へのダイレクトアクセスも可能になっています。そんな東京の地下鉄のそれぞれの路線がどのようなものなのか、概要や歴史について見ていき、乗車の様子をお届けするのがこの企画です。1回目の今回は東京メトロ銀座線の渋谷発浅草行きの列車の乗車です。早速銀座線の概要歴史から見ていきましょう。銀座線は渋谷駅から上野、銀座、新橋エリアを経由して浅草駅までを結ぶ日本最古の地下鉄路線です。もともと浅草側の東京地下鉄道と渋谷側の東京高速鉄道で分かれていて、1927年に東京地下鉄道が浅草上野駅間でアジア・オセアニア地方発の地下鉄路線として開業。当時のポスターでは東洋唯一の地下鉄道というキャッチコピーが使用されています。その後、神田、京橋、銀座へと延伸し、1934年に新橋、浅草駅間が開業しました。一方、渋谷側では1938年に東京高速鉄道が現在の表参道駅にあたる青山六丁目駅から虎ノ門駅までの区間を開業させ、その後渋谷駅まで延伸。さらに翌年1939年に新橋駅までが開通して、東京地下鉄道と東京高速鉄道の直通運転が始まりました。そして戦前の1941年に2つの地下鉄会社は営団地下鉄になり、途中太平洋戦争の影響を受けたりしながらも運行を続け、2004年に営団地下鉄が民営化されたことにより東京メトロ銀座線となっています。銀座線の車両は2012年から運行を開始した線形で、初代線形を彷彿とさせる全体が黄色の車体デザインを採用しています。車内は最近の新型車両を踏襲した近代的かつ機能的高品質なデザインをコンセプトとしていて、3画面タイプの LCD や LED 照明など最新技術を採用し、座席は一般席は明治時代のレンガ建築物を連想させる茶色系のレンガ柄、優先席は浅草雷門を連想させる赤色としています。また線形の40、41編成目は特別仕様車で、外装内装がより忠実に当時の線形を再現されたものになっています。銀座線には各駅停車以外の種別はなく、平日朝ラッシュ時間帯は2分おき、平日のそれ以外の時間帯、特急室では4分おきに運行されています。それでは銀座線渋谷発浅草行きの列車に乗車していきたいと思います。ご注意ください。
ということで、終点浅草駅に到着しました。この電車は折り返し渋谷行きとなります。日本最古の地下鉄銀座線は車両がレトロ調になっていたりと、とても面白い路線です。ぜひ皆様も乗ってみてください。次回は東京メトロ丸の内線の乗車です。そちらもぜひご覧ください。この動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。